そうですね、訪問看護ステーションまあそもそも訪問看護ステーションなんですけれどもあの精神科に特化したっていうところではあるんですでまずね精神科訪問看護っていうこと自体が結構まあ,あの我々のその何て言うんですかね畑で言うと そんなになんか、うん、あのー、なんて言うんでしょうかね。あのー、マイノリティなものではないんですけど、うん、ただ、他の、<ー>そうなんですよ。ただね、他の方というか、あのー、まあ、まるでね、医療を知らない方に言うと、精神科の訪問看護って何から始まるんですよね。よねえ、私もちょっとすみません。うん、そんな感じです。そうですね。だから、精神科の医療機関に勤めてる人とか、うんと、少しそういう支援を、あのー、に携わってる方だと、 訪問看護ステーションって結構イメージが持ってたりするんですけど、うね、そうなんです全然ね、うん、そういうのがないと、パピ分かんないよね、うん、多分精神科の。うん、訪問看護ステーションってね。 どういうことをしていくんですかそうですね。えっ、ー、と、精神科っていうところになってきますので、対象の方ですね。対象の方が、まあ、あの、いわゆる精神疾患、統合失調症であるとか、うつの方、まあ、気分障害系の方とかもそうですし、うんうん、あとは、後でお話ししていくような発達障害の方とか、結構ね、あの幅広いんです。だけれども、その精神科、 訪問看護といってもマイノリティのなところからさらに自動精神<う>自動精神って書いてあるさらによく分かんない、うん、そ,そこまで細かくいくかっていうところに目をつけたのが岡拓、えーまあ、先生ではあると。うで,す、ねうん、で一応なんなるは一応あの、うん、子どもの 発達障害で通院中の方も一応ご利用いただけるというか、まあ,、うん、あの児童精神科のクリニックなんかかかってる方で、やっぱりあの、うん、あのの一番多いのは、あのやっぱり自宅で、要はそのザなんていうんですかね、えっ、ー、と、うん、一番大きいのは自宅で、うん、えときちんと内服の管理 ととかかをしていくなかなかそうえっとね結構ね精神科の外来ってお薬は処方されるんだけどきちんとやっぱり出たお薬を飲み続けるって簡単そうで難しかったりするんですよだってひいた時でも1週間だけ飲めばいい薬分かんなくなりますもんあれ飲んだりとかか数合わないとかなる。 うん、いやんんそうなんですよね,ね長期になったりとか種類がいろいろあったら難しそうですよね。うんうん、全くその通りそう,そうですねでさらにねそこに副作用とかは出やすいですからね、うん、そうやってくるとこんなん飲みたくないっていう人となんかもたくさんいるんででましてやそれが子供なんですよね対象がでそうすると副作用でもちょっと出てるもんだったら親御さん黙ってないですもんね。うんうん っていうような、<ー>うん、まぁ、あ、ちょっと服薬指導だけで言うとね、あ<の>はいはいあ。あれですよね、うん、きっと不安になっちゃうから、親御さんからすると、これ、このまま飲ませていいのとか、そうんもあるんですか、ね、うんそうそうそう。で、うん、僕自身も、うん、あの、児童精神科で外来を大きい病院でやってるときに、大きい病院の外来でやってると、うんうん 1>, やっぱ1人にかける時間ってすごく短くなっちゃって、うん、できることってすごい少なくなっちゃうんですよね。で、うん、そういう時に大きい病院行ってソーシャルワーカーさんとかいわゆる社会福祉士さんとかが、えー、と地域の方と連絡を取って地域っていうのは行政機関とかね、うん、あのやっぱりあのそういうメンタルヘルスの問題とかは、うん、えと精神保健福祉とか、うんえー、行政機関がお助けしてくれるんですね。 でそういう機関とまあ連携を取ってくれるのがソーシャルワーカーさんっていう仕事なんだけどであとはそこと病院とをつなぐっていう時に訪問看護ステーションを利用することがあるんですね。要は今言ったみたいな行政機関の人っていうのは医療者じゃないから薬を飲んだ時の副作用だったりとか。 どういう風に飲んだらいいかっていうことまではなかなか相談に乗れないんですよね。うんうんうん、うんああ。そうか。うんうん。で、カッペが言ってたみたいに、うん、たくさん薬が出ててどれをどこにしまったかわかんないみたいなのとかはうん、うん、家の中にこう一緒にいないと見えてこない問題があったりとかうん、うん、そういうとこがあるんですよね。で、やっぱりその慢性疾患の方が多いので薬を適切に使うとかね きちんとあの通院を続けるとか、うんあの、サポートを受け続けることが大事だったりするので、そういったところの,あの手助けをするのが精神科訪問看護の役割ですよね、うんうん、辰さんそうですね、もうすべて言ってくれました。